10月5日水曜日午後12時18分の日本海は北潮が結構強めに背後から吹いています。海は、まあ、入れば乗れるんでしょうけどかなりでかいですね。ダンパーの切れ目行けばなんとかなるかも。今からボディーボーダーがどっちに入ろうかって思案してるんですかね。右に入っていきました。こちらもオフショアで、あ、今風が止んでますね。これは何だ、これ何の群れだろう。沖まで出れば楽しめるかもしれません。今風は止んでます。ボディーボーダー撮影してみましょう。スープ地獄ですね。気温は24度ぐらいです。風は今右前から温床は正面から温床はなので今カメラのマイク分手で追いました。かなり大きいからダンパーですね、右のに入ってたボディーボーダーも今上がったようです。ゲッティングアウトは無理でした。いつだと収まるんですかね。砂がすごくついてる。もうちょっとで川が塞がりそうですね。すんげえ沖で割れてる。すごいダンパー、すごいダンパー、わお。